はい、速稼塾の久保です。今日はね、このクレジットカードを何枚か廃棄しようかと思うんですよね。というのが私、法人をいくつか持っていて、すべてね、法人カードで決済することになって、あと個人のカードなんですけども、この前ほら JCB のプラチナカード来たじゃないですか。あの1枚に特化してね、決済しようかと思うんですよ。あのプラチナカードをもうなんか使えば使うほど、多分ですけどもザ・クラスに近づくと思うんですよね。ザ・クラスのインビテーションを受けれると思うんで、やっぱ私も50歳までにね、あのブラックカード持ってみたいなと思うんで、 JCB のザ・クラス、これがブラックカードに相当すると思いますので、そちらの方を狙うために、これからね、徐々にこのクレジットカードいろいろと廃棄していこうと思います。まずはこのヤフーカードですね。こちらの方にハサミ入れてこうやって廃棄ですね。はい、ありがとう。ヤフーカード、ずいぶん長い間使わせていただきました。で、次はこれですね、 JAL カード。 JAL カードね、最近あの飛行機に乗ることなくなったんですよ、今年に入って。いや、残念ですね。で、大会した時もちょっと飛行機の思い出とかオペレーターさんとお話ししてね、ちょっと長電話しちゃったんですけども、またね、今みたいな状況が変わったら、必ずこの JAL カードまた作ってね、飛行機に乗って世界中駆け巡ってみたいなと思います。特にね、あのトランザムですね、ポンティアックのジェネラルモーターのあるアメリカに行ってみたいなと思いますね、今回ね。じゃあハサミ入れて、JAL カードもありがとう。で、次ですね、これ思い出深いカードなんですよ。私が初めて作ったクレジットカードです。当時23歳で大学を出てすぐに就職が決まって、で、車のガソリンの、ガソリンを入れるために作ったカードなんですよね。ですから付き合いが25年ぐらいになりますね。25年、年会費を払い続けてきたこの X カード、スターレックスシェルカードね。もうシェルでガソリン入れることもなくなりました。今はね、エネオスで、入れております。あれ、なんかこうスターなんとかかチップってやつ、なんかスピードパスか、スピードパスで入れるようにしたんで、今カードを使いませんね。はい、こちらのハサミを入れてさよならということでございます。はい、次なんですけども、ゴールドカードいきましょうか。 MUFG カードですね。こちらの方は JCB で組ましてもらったんですけども、ここにね、暗証番号とかログインのパスワードとかシールで貼ってますよね。とっても危ない、どんな管理してるんやこのゴールドカードって感じですけども、こちらの方もお別れです。退会しました。で、これはね、私がね、ドコモの携帯電話を使っていた頃のものです。ですんでね、まあカード自体はその時についでに作れって言われたんで作ったんですけども、一回も使ったことがなかった。まあドコモの携帯電話の引き落としに使われてたのかな。ということで、ポイントがもしかしたら溜まってるかもしれませんけども、退会してしまいました。はい、終わり。で、最後の1枚なんですけども、 JCB のゴールドカードですね。JCB は私は今ね、プラチナをいただきましたんで、こちらの方はもう今無効になってるんですよね。で、なんですかね、まあだからもう全然このカード使えませんので、別にハサミを入れるまでもなく、もう全然使えないんですけども、一応ね、けじめですから、これからブラックカード使うよってことで、このハサミを入れさせていただきました。ということで、クレジットカードね、すべてこうやって廃棄になります。おっとっと、これをさらにプラスチック用のシュレッダーにかけて、バラ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 とね、細かくしておさわらばしようかなってところですね。まあ断捨離ではないですけども、私もクレジットカードこれからね、使う枚数が10枚以下になると思います。究極は1枚がいいんですけども、まあブラックカードになったら1枚になるかもしれませんけども、経営してる法人に、1社1枚っていうカードのスタンスはこれからも変わらないかなと思いますよね。ということで、今回は以上です。クレジットカードさようなら。